つもご乗車いただきありがとうございます。今回の動画は京浜東北線東神奈川から田町までの全面展望をお送りいたします。以前京急の快特で横浜から品川までの全面展望の動画をお送りしたことがありますが、ほぼ同じような区間、また JR で行くとですね、どのような景色の違いがあるのかなど、ご覧いただけたら幸いです。ちょうど今左側に横須賀線の E235系が通過していきました。まもなくこの電車は発車いたします。次は新小安に停まります。ちなみに今回のこの動画では次の新小安で1回降りて、新小安から高輪ゲートウェイまで次の電車、高輪ゲートウェイから田町まで最後の電車3本の京浜東北線を乗り継いで撮影しております。本当は横浜から撮影したかったんですが、北京浜東北線に飛び乗ったもんですから、この一番前のところまで移動するのに少し時間がかかりまして、撮影自体は東神奈川からになってしまいました。この東神奈川からは新横浜、町田、それから橋本を通って八王子の方に行く横浜線が分岐してます。ちょうど正面のポイント右側の線に行くと横浜線の線路に入れるようになってます。ちょうど向こうからですね、横浜線の E233 系のこの緑の2種類の緑のね、帯を巻いた電車がすれ違っていきます。この後この今電車が走ってる線とその左、この電車のすぐ右側の線路の位置関係、どうぞご注目ください。横浜線の線路2本はこのようにだんだん上に上がっていって、この先でこの京浜東北線の線路と東海道線の線路、それから横須賀線の線路をまたいで横浜方面からこの新横浜とかそちら方面に離れていきます。もうすぐこの線路の上をまたいでいきます。この線路の右側に横浜線の線路2本にこの遮られて離れていた京浜東北線の横浜方面に向かう線路がすぐ横にやってきて、これでしばらくね、京浜東北線と東海道線、それから横須賀線という線路6本で JR の線路は走っていきます。ただこの後さらに右側に京急の線路2本が近づいてきますので、見た目線路がね8本あるようなこの豪華な、ちょうど今京急の2100型が通過していったんですが、京海急ですね、かなりこの豪華な感じの見た目になります。新小安に到着いたします。一回ここで動く電車図鑑シリーズの動画の撮影をするためにね、この京浜東北線は降ります。新小安で撮影した動く電車図鑑シリーズ、すでにアップロードしているものもありますが、ぜひご覧いただければ幸いです。次の停車駅鶴見まで、また京浜東北線と横の東海道線、それから横須賀線の線路の位置関係が変わりますんで、またそういったところもご注目ください。少しご紹介が遅れましたが、横浜から品川までの途中の駅数を JR と京急で比較いたしました。途中 JR 京浜東北線だと7駅、京急だと23駅です。東海道線だと途中品川まで川崎のみの停車、また京急の快特でしたら途中京急川崎と京急蒲田のみの停車なんですが、京急の快特は最高速度120キロと速く聞こえるんですが、駅間が多いのでね、南西駅を通過するときにスピードダウンしたりカーブが多かったりするせいで、今乗車している京浜東北線とそんなに時間は変わらないんですよ。以前公開しております京急の快特の全面展望の動画を概要欄にリンクで貼っておきますので、ご興味あればぜひご視聴ください。お話をしている間に京浜東北線の線路の位置が変わっていきます。さっきまで左から横須賀線、東海道線、京浜東北線の順番で線路が並んでましたが、東海道線の線路を京浜東北線がまたいだので、左から横須賀線、京浜東北線、東海道線というふうに並びが変わりました。
さっきの新小安から次の鶴見まで、この京浜東北線は1駅だけなんですが、右側を走っている京急線はですね、途中京急新小安から次の京急鶴見までの間2駅あります。今ちょうど右側に京急の赤い電車が見えております。前方に見えている立派なトラス橋は鶴見線の跨線橋です。東海道線と横須賀線の線路をまたいで鶴見駅、少し高い位置に合流していきます。また右側から近づいてきている電車は新宿方面からやってきた相鉄線海老名まで直通する E233系、埼京線で走っている車両と同じタイプの E233系です。左側の高い位置が鶴見線の線路なんですが、少し鶴見線で走っている205系が見えております。まもなく鶴見駅に到着いたします。鶴見を出た後にはですね、非常に線路が賑やかになります。さっきもお伝えしましたが、左が横須賀線、そして京浜東北線、東海道線と線路が並んでるんですが、ちょうどこの線路の右手あたりの広いところがですね、鶴見の信号所あたりになります。以前ホリデー快速鎌倉号という電車を撮影して動画を出したんですが、そこの時にですね、ここら辺り通ってます。で、左側の横須賀線の2本だんだん離れていってですね、新川崎方面に向かいます。そして右側の2本の線路も少し離れたところに行くんですが、この線路は東海道線の線路として、この後今走っている京浜東北線の線路の右側にやってきます。そして右側の方にですね、また何か橋が、この京浜東北線をまたぐ橋がこう見えているんですが、これが貨物線、通称品格線と呼ばれるような路線、途中ですね、横須賀線の線路と合流いたします。この辺りでようやく線路が落ち着いて、左の2本が京浜東北線、右の2本が東海道線、しばらくこんな感じで進んでいきます。正面に高い建物が見え始めていますが、政令指定都市154万人の人口を誇る川崎市の玄関、川崎駅周辺の建物です。川崎って少し地味な印象があるかもしれませんが、それでも人口154万人という大都市ですからね、横浜の陰に隠れてなんか損してるような感じがします。左に2本の線路が見えていますが、立川からやってきている南武線の線路がここで合流いたしました。
電車は京浜東北線快速南浦和行きです。停車駅は浜松町までの各駅と東京、神田、秋葉原、上野、田端です。田端から先はもう見えている多摩川の鉄橋を渡りますと東京に入ります。京浜東北線と東海道線の橋の右側にですね、水色っぽいまたトラス橋がかかっていきますが、少し離れた場所にあるトラス橋は京浜急行線の橋です。以前鉄道恐怖シリーズとしてですね、右側の橋の先に少し見えている六号土手という駅があるんですが、その近くのこの橋の真下で通過する京急を撮影しております。動画概要欄に6号土手で撮影した京急の動画のリンクをつけておきますので、ご興味があればぜひご覧ください。動画の前半でも少しお話ししましたが、京浜東北線と京急の違いというのが、ここら辺りが本当に顕著なんです。川崎から品川までの区間ですね、京急が途中13駅あるのに対して、この京浜東北線はわずか2駅、3駅のみです。京浜東北線は東海道線も含めてこのように線路がまっすぐなところが多いので、本当に京急の快速120キロで頑張ってもですね、川崎からの区間はこの JR の方がスピードでは優位に立っております。それと品川から先に行くことを考えた場合、 JR だと同じ会社なので運賃がそのまま距離で計算されるんですが、京急ですと品川の先の仙岳寺から都営地下鉄に入りますんで別会社になるので、それぞれの会社の運賃を足して運賃が計算されるので、そういった面でも JR の方が優位に立っております。東京都大田区の大変重要な駅蒲田に到着いたします。蒲田は大変立派な駅なんですが、ホームがあるのは京浜東北線のみで、東海道線は通過いたします。東急の多摩川線と池上線の駅はこのちょうど蒲田のホームの真上にありますんで、すぐに乗り換えができるんですが、京急の蒲田駅は少し離れているので乗り換えには10分程度時間が必要です。以前 JR の蒲田から京急の蒲田まで乗り換え検証として動画を出しておりますので、またその動画のリンクも概要欄に貼っておきますので、よろしければご視聴ください。ちなみに乗り換え検証シリーズは最近でも東京駅でやってたり、過去にいろいろな駅でやってます。また面白い駅があればぜひコメント欄などで教えてください。
大井町を発車してすぐに目につくのが左側の大きなスペースです。山手線の電車がねぐらとしております東京総合車両センターの広大な敷地です。 The next station is 品川 JK20。前方に高い建物が見え始めて品川が近づいておりますが、その前にまず新幹線の線路を
くぐります。ちょうど今この真上が東海道新幹線です。そしてガードをくぐり終わると左側にまた線路が見えてきました。この線路は山手線です。この後ただたまでこの山手線の線路と一緒に走ることになります。そして右端には新幹線の線路も同じレベルで走ってきますので、この辺りだいぶ線路がまた賑やかになってきました。前方の橋の奥の方の橋、ちょうどこれからくぐるところですね、京急の線路をくぐります。そして京急の駅は左側の少し高い位置にありますが、今後ですね、京急の駅もこの地上にやってきます。その改良工事などが今品川で進められています。品川に到着いたしますが、新幹線の乗り換えができる駅となっております。品川に新幹線の駅が誕生したのが2003年の10月1日でして、まだ20年経っていないんですね。僕は鉄オタなんで、新幹線を乗るときは東京からみたいなこだわりがあるんですが、僕も含めて東京の西側に住んでいる人間にとってはですね、東京駅よりむしろ新幹線品川から乗るという方の方が多いようです。ただ新幹線自由席に乗られようとする方にとってはですね、始発駅の東京からご乗車された方が無難です。特にのぞみだと自由席3両しかありませんのでね。最近ではこういうご状況なので自由席でも比較的空いてることが多いんですけど、土日繁忙期みたいな時はですね、東京から自由席に乗られた方がよろしいです。次は高輪ゲートウェイ、高輪ゲートウェイ、お出口は右側です。以前この場所にあった田町車両センターの一部の敷地を潰してですね、山手線京浜東北線で一番新しい駅、高輪ゲートウェイに到着いたします。以前はブルートレインとかいっぱい電車が所属していた田町の車両センターは、今車両センターとしての機能はすでに廃止されております。この後ですね、画面の右側にサンライズがちょっと見えるかもしれないんですが、電流線が引き続きありますんで、電車がお休みするようなスペースがある場所ということで今は利用されております。一度この高輪ゲートウェイでですね、休憩させていただきます、ここの高輪ゲートウェイまではですね、山手線と京浜東北線それぞれのホームが分かれております。で、この先を見ていただいてもお分かりいただけるかと思うんですが、新幹線もね、でこの京浜東北線がどのように行くかというと、高架を上がってですね、で山手線の一番左側の線路の右に来るような形になります。この後田町でね、で、この山手線のこの右から2本目の線路がこの京浜東北線のこっちの線路の横に来る、まあこれ入れ替わりのためにこういう風になってます。いました、サンライズ。
引き続きですね、この高輪ゲートウェイから田町まで撮影をいたします。次は田町、お出口は右側です。 The next station is 田町 JK22. The doors on the right side will open. この電車は快速電車です。この先、田町、浜松町、東京の順に停車してまいります。この電車が通過する新橋と有楽町へおいでのお客様、降りましたので向かい側、浜松線をご利用ください。この電車は新橋と有楽町には停車いたしませんのでご注意ください。電車はこの動画の終点、田町に到着いたします。普段よく使う何気ない路線でもですね、このように一番前からの景色だといつもと違うような雰囲気になると思います。また視聴者の皆様にもそういったところを感じていただければ幸いです。それでは東神奈川から長楽のご乗車ありがとうございました。また次の電車でお会いいたしましょう。チャンネルでは月額490円でメンバーシップを開設しております。メンバー様にはたまにメンバー限定の動画を公開しておりますが、それ以外現状特にこれといった特典はございません。メンバーシップの収益については撮影費用の一部など当チャンネルの運営費として使わせていただいております。もしよろしければそういった点ご理解の上ご入会ご登録いただけると幸いです。